皆さんこんにちは。今日はスパイクの姿勢について解説していこうと思います。バレーボールを見てる人、やってる人ならわかると思いますが、空中で膝が曲がる人って多くいますよね。全日本選手でも曲がっていますし、自分が上げている動画スパイクの中で膝が曲がっている選手たちっていうのは多くいます。ではなぜ曲がるのか、曲がることに意味があるのかということについて解説していこうと思います。よろしくお願いします。ではどのタイミングで曲がっているのか分かりやすくするために、スパイクの映像を流しながら解説していこうと思います。ではどうぞ。スパイクの時に膝を曲げる必要がありますかという質問をよくいただきます。膝が曲がらないんですけどという質問もあります。しかし膝は曲げているのではなく、必然的に曲がっていると言った方がいいかもしれません。空中でパワーを生み出すためには、体の反発の力を作る必要があります。スパイクを打つときに振りかぶると思いますが、この姿勢になったときに上半身が重心的には後ろの方に行きますね。ちょっとひねるような形で後ろの方に行きます。このときにバランスを取るために足が曲がります。もし足がまっすぐなっていれば、上半身は後ろに重心があるので、空中で後ろの回転してしまいます。これは地球に住んでいて重力を体感している人なら全員になります。足でしっかりバランスを取らないと後ろ回転して後ろに倒れてしまうので、バランスを取るために足が曲がります。気をつけをして前に倒れそうになったら腕を回しますよね。あれは回ることで体に逆回転をかけ戻るようにしているのです。上半身の一部でも逆の動きをすることで体にその力の反発が生まれます。そのようにしてバランスを取るために膝が曲がってきます。さらにもう一つ、曲がっている状態から伸ばすときは力が生まれます。腕手なんかもそうですよね。曲げている状態から伸ばすことによって上がることができます。それに似た状態といった方が分かりやすいかもしれないんですが、曲げて伸ばすときにパワーが生まれます。スパイクの時もそうですね。上半身でしっかり肘を伸ばして打つ時に力が生まれます。曲げていると力が伝わらないっていう話は前の動画でしたと思うので、そちらの方を確認してください。そのようにして後ろに引いている足をまっすぐ伸ばすことによってパワーが生まれます。そのパワーは下半身だけでなく上半身に伝わってスパイクにも伝えることができます。そのパワーを利用してスパイクを打っているのです。うまくジャンプの力、助走の勢いを伝えるというのも大事なんですが、このように足の力を伝えるというのがスパイクにとって大切なこととなります。前の動画でも言いましたが、いかに力を伝えることができるかがスパイクの威力の向上につながります。筋力トレーニングをするよりもまずは打ち方、フォームから改善してパワーを生み出し、力強いスパイクが打てるようにしましょう。膝が曲がらない人はなぜ曲がらないかというと、上半身でしっかり力を溜め込んでいないのかもしれません。まっすぐ立っていて急に足が曲がる人はいないですよね。下半身を意識して膝を曲げるというより、上半身を意識してしっかり引くとか力を溜めていくという風にしていくと、下半身も勝手に連動して膝が曲がってくるのではないかなと思います。力強く打つために上半身のためを作ってみてください。動画で撮ったり、それをスローで見たりすると確認できて改善もできるので、ぜひやってみてください。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことで、やってほしいこと、知りたいことがあればぜひコメントに残してください。インスタグラム、ツイッターもやってるので、そちらからメッセージでもいいです。このチャンネルはバレーボールに関してのこと様々発信しています。ぜひチャンネル登録してください。ではまた明日。